地方山陽地方岡山県倉敷市、水島福田予備松予備松は岡山県倉敷市水島にある地域である。福田の南部から東部を占める。本校では、道区一気にかつて存在した小島郡予備松村についても述べる。旧予備松郵便局、福田南東部の鴨が辻山西麓の海沿いにある予備松港を中心とした地区で、 古くから釣り漁と網漁が盛んな漁村であった。明治初期までの小島郡予備松村である。福田地域内で最も古い地区で、地名は同志小島林の熊野権限勘定にまつわる伝説に由来するとも言われるが確かでない。また、伝承では西の沖にあった大島からの移住者の集落が起源とされる。同等には上級3年に大飛都市新能が、 小島入るの際に起流したとの伝承がある。江戸時代は、天城池岳の所領で、水島灘に面する瀬戸内有数の漁港として知られ、タイ、サワラなどが名物であった。木辺温子広くには、小島郡予備松村、海辺、山寄りの村で岡山まで13里半、陸路7里、田肌10丁3家家87軒、男女692人、船39層、四季ともに、 漁漁にてとせーす、とある。慶長9年の県知町では、予備飯松とあり、小倉家71国余り、田2丁単余り、畑7町7単余り、屋敷地3単4世余りとある。江戸期当初は、備前岡山寮であったが、宝永頃には、岡山寮家新の天木池だけの領地となる。備え陽期では、京方6年の田畑は10三3単余り、屋数87件。 人口692人、船39層とある。文化年間の岡山半寮手鏡によると、当時の国高は91国余り、自家百171国余りで、天木寮、谷町余り、畑八丁三単余り、都井一箇所、井戸38箇所、石橋三箇所、生麦倉一軒、八数ズ136軒、人口1537人、寺一院、 牛十三頭、酒屋一軒、船大工、桶屋各一軒、船百15 151層、他に、小江船十六艘と記録がある。備前期では、漁業を渡せとし、ボラ網漁、サワラ網漁、網漁、稲漁などを行い、冬には、竜餅でカモを取っていたされる。半宝集によれば、文政十三年頃には、西は芸州、東は大阪まで、両家にで、また、 教法3年までは、江戸表役人が、西国筋に越した際に、上りの過去役を務めていたとしている。文政7年8月、国高111国余りの地で、田畑も少なく、漁業を中心に都政してきたが、焼かず130件余り、人口1600余人という状態であったため、新株別家を願い出て、59件が許可され、続いて、 高下3年に191件1770人余りで42件の新株別家が認められている。また、殺用録には、鴨が辻山は、福江村、林村、広江村と接しているため、文政2年に山坂異論争が起こったとある。風層気分には、慶応2年4月の備中騒動の長州第2期、兵隊闘争事件は、予備松村中を侵刊させた。 明治8年、王党の貴族を巡り海を挟んで西側にあった松江村と対立したが、両村が合併して、大島村となったが、農村の松江と漁村の予備松の折り合いがつかず、同12年に分村した。明治22年、予備松、広江野に村が合併し、予備松村と新設、同22年6月1日に村政を実施し、当地に役場が置かれる。 同37年4月に、予備松、福田、福田神殿の三村が合併し、新しい福田村を成立する。近代には、予備松西沖合が干拓、埋め立てされ、水島工業地帯が造成され、予備松港は細長い水路上の入り江の奥に位置することになり、景観を一変した。昭和中期には、水島工業地帯の郊外問題が発生し、重油によるとみられる。 海上汚染による異種魚問題、工場廃液による死魚の増加や魚族の減少により多くの魚場を失ったほか、埋め立てによる港機能の縮小なども、相まって漁獲港は減少し、天廃業者が増加した。なお、現在も予備松港は、岡山県の管理漁港であり、現役である。福田東部にあり、南北に山に挟まれ、東西に細長い形をして地区。 種松山の南西陸で、鴨が辻山や北陸にあたる。東へ向かい緩やかな傾斜地となっており、東に小島の豪内地区と隣接。生端は明けて平地となっており、福田や古神殿の南部や東塚に隣接している。明治初期まで小島郡、広江村と称した。近世中期に福田神殿が干拓されるまでは、広江西部は水島などに面していた。 地名もこの時地形に由来するとされる。清田八幡神社の玄長元年の上吹最高胸札に広江村の名がある。江戸時代は天城領に属し、木び温子広区には小島郡、広江村、海辺山より、田畑27町発端、家77軒、男女691人、池11箇所、船7層とある。町では、国国余り。 備え容器では、教法6年の記録として、電波多27兆8単余り、池1カ所、八かず77件、人口691人、商業船7件とある。文化年間の岡山半量手鏡によると、国高393国余り、自家百587国余り、天城池田寮とあり、多17兆6単余り、池11カ所、トイ14カ所、 石橋一箇所、屋数116件、人口799人、神苔一件、寺一院、牛四十九頭、左官三件、大工、小引き角二件、鍛冶屋、桶屋、荒屋、かさばり角一件と記されている。また、備え容器には、両裏とあって、頭毛で稲し口などを取り、夏にハマグリを取り砂に埋め石器に取り出し処方へ、売り出してある。ハマグリは、 夏のうちに、近隣の津良島で採れたものを買い、磯に2から300石ほど埋め置いて漢中に取り出し、俵にして、上方や金国へ、正月用に売り出していた、ともされている。浜辺は、東風の時に14から5層の船が出船した。また、浜辺は、天城寮の折衝止め場で、文政6年に赤崎村の者が鶴を拾い返った、ために、当人と村役人が追い込みになった。 また、撮影用録には、同2年に、予備松村との境界論争があった記録が残る。明治11年、広江、予備松の2村が合併し、予備松村を新設。同22年6月1日に、村生を実施を経て、同37年4月に、予備松、福田、福田神殿の3村が合併し、新しい福田村を成立する。 水島工業地帯の活況による水島の市街化に伴い高度経済成長期以降、当地の南北の山6を中心に大規模な社宅や新興住宅団地が造成され人口が激増。また地区を東西に岡山、林島、茶屋町方面と水島中心部を結ぶ幹線道路が通過、西端部を南北に倉敷中心部と小島方面を結ぶ幹線道路が通過、 両方型幹線道路が畜生端部で交差、また豪内との境界付近には、瀬戸大橋開通に伴う水島インターチェンジの造成などし、広江は交通の要衝となり、西部を中心に道路沿いには郊外型店舗も多く見えるようになった。備前期に平安時代末期の富士との戦いの際、当時の統治西部の海浜から平雪森が乗船し、水島へ落ち延びたという伝承がある。 史跡として、明治17年8月25日に発生した大海章により死亡した福田村民650人余りの慰霊碑である千人塚が当地2丁目の丘陵にある。全域が第3福田小学校区。全域が福田南中学校区。ありがとうございます。